皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近るろうに剣心にハマってるのよ。映画の剣心も良いけど、原作が一番ね。るろ剣は私も好きだぜ。連載中の北海道編は胸熱な展開だ。ちなみにるろ剣では、斎藤はじめや山形有朋、追憶編では木戸孝允や高杉晋作など、実在の人物も登場している。これは豆知識だが、作中で有働陣営に剣心の暗殺を命じたのは井上薫とされる。そうなのね。一説だけどな。そして今回は、作中で獅子王誠の一派、瀬田宗次郎に暗殺された大久保利通を解説するぜ。彼は維新三傑として倒幕や明治維新を主導し、日本の近代化に大きな影響を与えた人物だ。ワクワク。大久保利通は、幕末から明治初期に活躍した薩摩藩士であり政治家。幕末には一蔵とも名乗っており、木戸孝允や西郷隆盛と共に維新三傑と呼ばれているぜ。もともと薩摩藩は公武合体、つまり朝廷と結びつきを深めて幕藩体制を強める方針でいたが、後に大久保の主導で倒幕路線に変更した。王政復古の大号令に戊辰戦争。大久保は限りなくアウトに近い方法で幕府を倒し、徳川幕府に代わる新たな政府を発足させるんだ。限りなくアウトに近い方法。大久保はどんな方法で倒幕を成し遂げたのかな？後で解説するぜ。大久保は後に発足した明治政府で、廃藩置県などの様々な政策を主導し、政府の中央集権体制を確立させる。1874年に内務省を設置すると、彼は内務卿に就任して富国強兵をスローガンに、殖産興業政策を推進するぜ。日本の近代化が進む一方で、特権を廃された士族による反乱も各地で頻発するがな。古い体制を壊すより、新しく制度を作る方がよほど大変なのよね。確か最大規模の士族反乱が1877年に起きた西南戦争で、西南戦争の名手は大久保の親友である西郷隆盛じゃなかった？ああ。大久保は葛藤の末に西南戦争を鎮圧させ、西郷は敗北の末に自刃した。西南戦争を終わらせた大久保だが、西南戦争の翌年に暗殺される。木戸孝允も西南戦争の最中に病死しており、維新三傑は明治維新から10年で全員がこの世を去るんだ。幕末から明治維新の頃って、本当に激動の時代ね。幕末の大久保の策謀、明治維新における様々な政策、そして親友西郷隆盛との対立、気になることばかりだわ。わかりやすく解説するぜ。また幕末から明治維新の情勢は複雑で、一つの動画で解説できない部分も多い。その辺は木戸や徳川慶喜の動画で保管してほしいぜ。わかったわ。それじゃあ今回は、近代日本の建国者で、維新三傑と呼ばれた大久保利通について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。大久保利通は文政13年1830年8月10日、薩摩の国鹿児島城下高麗町、現鹿児島市で、下級藩士大久保利代の長男として誕生する。幼少期に大久保一家は近隣の鍛冶屋町に移り住むが、この地は西郷隆盛や東郷平八郎、山本権兵衛など、幕末から明治に活躍した人物を輩出した土地。薩摩では武士階級の青少年を町単位で育てるという五重教育が盛んで、大久保は五重教育を通じ、西郷隆盛たちと親友になるぜ。五重教育が、大久保の思想形成に与えた影響は大きそうね。違いないな。そんな大久保は天保15年1844年に15歳で元服し、翌年に藩の記録書書き役助けとして出仕。だが嘉永3年1850年に、21歳の大久保はおゆら騒動に巻き込まれる。おゆら騒動？これは薩摩藩主島津成興が、正妻の子成明ではなく、側室おゆらの子久光を直藩主に擁立したことに端を発したお家騒動。久光派が争いに勝利し、成明派の藩士は粛清などの処分を受け、大久保の父利代は喜界島に遠島になるぜ。大久保も記録書書き役助けを解かれ謹慎となり、一家は困窮する。喜界島は奄美大島の近くか。大久保一家は大変ね。ああ。この頃から大久保は西郷ら50組の面々と青中組を結成し、成明派の意思を継ぐと決めた。また成明は聡明な人物で、幕府の老中主座阿部正弘は成興に、隠居と成明の藩主就任を進言。嘉永4年1851年2月に成明は薩摩藩主になるが、大久保の復職は嘉永6年1853年、父の帰還は安政元年1854年のことだった。老中主座に進言されれば、成興も成明の藩主就任を認めざるを得ないわ。てか大久保が復権したのは、時期的に黒船が来航する頃ね。
鋭いな。嘉永6年1853年6月3日、大久保が24歳の時にペリー率いる黒船が浦賀に入港し、幕府に開国を迫る。翌年の3月3日に幕府はアメリカと日米和親条約を締結し、開国の一歩を踏み出すぜ。この状況下、徳川家の将軍は病弱で実施を授かる見込みのない徳川家定。安倍は成明や越前藩の松平春嶽ら有力諸藩の藩主と、次期将軍に一橋家の当主である慶喜を推した。確か安倍や成明と違い、井伊直弼などの譜代大名、南紀派の面々は家定と血縁に近い徳川義富を次期将軍に推すのね。将軍継嗣問題として学校で習ったわ。詳しいな。また成明は慶喜を擁立し、諸藩や朝廷と協力し幕府中心の中央集権体制を作りつつ、日本を開国して富国強兵を図ることで、列強に対抗する構想を持っていた。成明は構想の達成のため、安政4年1857年10月に、31歳の西郷と28歳の大久保を、勝ち目付けという役職に就任させた。だが、どうしたの ?6 月に安倍正弘が病死し、一橋派は後ろ盾を失うぜ。さらに安政5年1858年6月に、南紀派の井伊直弼が大老に就任すると、家定の後継者は義富に決まる。同時期に幕府が通商条約を結ぶ国は5カ国に増えており、伊は外国嫌いの孔明天皇から直教 N まま不平等条約に調印。伊の行動は天皇を敬う尊皇派と、外国を撃退すべきという攘夷派の双方を刺激し、両者が結びついた尊皇攘夷論が台頭するぜ。尊皇攘夷論か。伊的には幕府に反対する勢力を一掃したいところね。確かに伊は安政の大獄という大弾圧で、尊皇攘夷派の志士や一橋派の大名たちを処罰する。伊の方針に反対した成明は、朝廷を守護すること、幕府に薩摩の武力を見せることを目的に、藩兵5000人を率いて上洛する計画を立てるが、7月16日に急死。薩摩では成沖派が復権し、藩主の上洛も中止となる。絶望した西郷は、幕府に追われていた月照という僧侶と錦江湾に受水した。二人は大丈夫なの？月照は溺死するが、西郷は一命を取り留めた。だが成明派の西郷は失脚し、奄美大島に選挙処分となる。青中組はこの頃には藩で一大勢力になっており、大久保は西郷に代わり青中組をまとめるぜ。また成明の男児は夭折しており、次期藩主は久光の息子も喜久が就任する。成沖が安政6年1859年9月12日に67歳で死去すると、成沖の息子の久光が持久の後見役として、藩の実権を握るぜ。成明一辺倒の西郷と違い、冷静なリアリストである大久保は、久光が囲碁好きと知ると囲碁の猛勉強をして久光と接近を図った。どんな方法であれ、時の権力者に接近することは大事ね。違いないぜ。そして万延元年1860年3月11日、31歳の大久保は久光と隠居し、間もなく勘定方小頭に抜擢されたぜ。また大久保が久光と隠居する1週間前の3月3日、江戸城桜田門外で大老井伊直弼が、水戸藩の脱藩者17名と薩摩藩士1名に暗殺される。いい暗殺後に幕府の実権を握った老中安藤信正は、後部合体や有力諸藩との連携を図る穏健政策を主導し、一橋派は幕府で息を吹き返すぜ。一橋派は義信を次期将軍に推し、安政の大獄で処分を受けた者たちね。一橋派の成明は井伊と対立して、藩兵と上洛する計画を立ててたような。その通りだ。おゆら騒動の原因である久光と成明だが、二人は清掃に担ぎ出された面もあり、仲は悪くなかった。大久保は成明の意志を継ぐため、久光に藩兵を率いて上洛し、朝廷から勅命を得た上で、江戸に向かい幕府に幕政改革を促す計画を提案。後部合体を重んじる久光は大久保の案に乗り、上洛に反対する成沖派の側近を排除し、文久元年1861年10月頃に薩摩藩の人事を刷新した。久光は藩中枢に小松立脇などの優秀な人材を採用し、青中組からは大久保や堀中左衛門を行難度役という藩主の世話人に抜擢する。久光の上洛は授業でも習う文久の改革のことか。どんな改革を幕府に迫るの？それは後から解説するぜ。さて、文久2年1862年3月16日、久光は1000人の藩兵を率いて鹿児島を発し、4月13日に上洛。一行の中には大久保ら青中組の面々も紛れたぜ。ただ尊皇攘夷派の志士たちはこの上洛を、久光が武力で幕府を打倒するための先兵と誤解しており、一行が上洛した頃の京は尊攘派の志士で溢れていた。久光の真意は、あくまで幕政改革と後部合体の推進よね。ああ、
有馬新七羅星中組の過激派は、関白九条久忠たちを襲撃し、その首を久光に奉じ、無理にでも久光が放棄する計画を立てる。星中組の暴発を防ぐため、大久保は彼らを説得するが事態は好転せず、4月23日に旅館寺田屋で久光派の星中組と、過激派の星中組による同士討ちである寺田屋騒動も起き、有馬ら9人が死亡した。さらに大久保は5月6日に、各方面とパイプのある公家の岩倉智美に直使派遣を依頼するが、それは断られる。同士討ちに直使派遣の拒否。大久保も京都で苦労してたのね。直使派遣はうまくいくかな。寺田屋騒動で過激派に毅然とした態度を貫いた久光は、朝廷や公家から称賛され、久光の建白に孔明天皇も賛同した。岩倉も幕府弱体化を見抜いていた一人で、直使として江戸に向かうことは拒否するが、大久保たちの計画には協力する。直使に豪胆と名高い大原重富という供養が選ばれ、久光一行は彼の護衛という名目で6月7日に江戸に到着。無意無冠の外様藩の藩主の父が兵を率いて江戸に来るなど、かつては海域レベルの事態だが、弱体化した幕府に久光を止める術はなかった。岩倉も大久保も、時勢をよく見抜いていたのか。てか久光たちは結局何を幕府に要求するの？一橋家当主の慶喜を将軍後見職に、一橋派の筆頭である越前藩前藩主松平義長を、新設の政治総裁職に任命したほか、参勤交代の緩和や軍事改革等だ。ただ幕府にも意地があり、初会場も直使大原の要求を拒絶した。だが、老中の板倉勝清たちが直談判に大原の宿に訪れた時に、大原は薩摩藩士の血のたぎりは尋常ならざる者。何の起こらぬことを祈るのみ、と板倉たちを恫喝。恫喝を大原に言わせたのは大久保で、隣室に控える薩摩藩士の凄まじい殺気を感じた板倉たちは、久光の要求を受け入れた。こういう行動が、大久保が不人気な理由だと思うの。作詞だけどね。そうだな。さて、文久の改革を達成した久光たちは、意気揚々と批判。だが8月21日に道中の武蔵野国生麦村で、行列に近づいたイギリス人を薩摩藩士が殺傷する生麦事件が起きたぜ。イギリスは激怒し、翌年の文久3年1863年2月19日に、幕府に謝罪と賠償金、薩摩に下手人の処刑と慰謝料の支払いを迫る。幕府が支払いに応じる中、薩摩、いや大久保は強気な姿勢を崩さなかった。この背景には、イギリスからの要求が下手人の処刑ではなく、久光の首と誤って薩摩に伝わっていたこともあるが、幕府のように妥協的になれば、一気につけ込まれると考えたとも言える。なるほど。ちなみに久光の意図とは裏腹に、藩兵を連れての上洛や生麦事件の行動は尊攘派の志士たちを熱狂させ、京都は攘夷一色に染まった。大久保は尊攘派の志士の鎮静化のため、生麦事件以降も薩摩と京を往復する日々を送る。だが賠償金を求めたイギリス艦隊は、文久3年1863年6月に薩摩湾に侵入し、7月2日から武力衝突である薩英戦争が勃発。大久保は本陣の宣言時の本営で、作戦指導に当たるぜ。列強のイギリスに勝てる気がしないけど、大丈夫かな。鹿児島城下は火の海となり500個が消失するが、イギリス軍の死傷者が63人に対し、薩摩側の死傷者は21人と、薩摩は健闘したぜ。戦争では星中組も活躍し彼らの藩内の地位は確立したし、イギリスも薩摩の底力を高く評価。薩摩はイギリスから2万5000ポンド、7万両の賠償金を請求されるが、大久保は巧みに幕府から金を拝借し、それらの金は後に踏み倒す。一番貧乏くじを引いたのは、幕府なんじゃないかな。多分な。ちなみに薩摩藩が幕府に影響力を与え続ける状況に、強い懸念を抱いたのが、同じく外様藩の一角である長州藩だ。長州は薩摩に対抗するため、京都で過激な攘夷運動を展開するが、穏やかな攘夷を望む孔明天皇は長州の行動にドン引きする。その空気を察した薩摩と会津は、8月18日に長州を京都から追放する。いわゆる8月18日の政変が勃発するぜ。そして10月3日に久光は大久保ら1700人の藩兵と上洛し、朝廷の任命による大名経験者や将軍後見職の慶喜らと、合議制会議である参与会議に参加。さらに元治元年1864年7月19日に、復権を図る長州が京都で挙兵する禁門の変が勃発している。幕末は本当に激動ね。禁門の変では薩摩も長州と交戦したの？ああ、藩政に復帰していた西郷が薩摩藩兵を指揮し、禁門の変は幕府側が勝利。京を守る金利御守衛総督を務めていた慶喜も鎮圧に貢献するが、大久保は幕府における慶喜の影響力に、
強い懸念を持ち始めたぜ。吉野部も薩摩を警戒しており、参与会議の場で泥酔して久光に暴言を吐き、久光が会議から抜けるよう画策したこともあった。後部合体と有力諸藩による合議制。響きは良いけど、薩摩も幕府も朝廷も各々の思惑は違ったのね。その通りだ。話を進めると、7月23日に朝廷は長州征討の勅命を発令し、薩摩を含めた成長軍は11月18日に長州へ攻撃する計画を立てる。成長軍参謀に任命されたのは西郷だが、西郷は幕臣の勝海舟から、日本人同士の争いは西欧列強を利するのみと長州融和を促され、結果的に長州征伐を、長州藩の家老の切腹という穏健な形で終わらせる。大久保も長州征伐の建白書で長州を追討するべきだが、様子を見てから処置すべきと述べており、薩摩への融和も考えていた。この頃の長州は、下関戦争という名の列強4カ国による攘夷の報復を受けており、混乱の渦中にあった。諸外国の脅威が迫る中、国内で争っている場合ではないわね。そうだな。ただ金門の変に長州征伐と連勝に乗じた幕府は、二度目の長州征伐を画策し、慶応元年1865年うるう5月22日に家持ちは上落。ただ当時の幕府は兵庫開港問題などの諸問題を抱えており、第二次長州征伐が行われるのは慶応2年1866年6月7日、大久保が37歳の時だ。幕府は薩摩に長州への出兵を促すが、薩摩はそれを断った。まさか、ああ。半年前の1月21日に薩摩は、犬猿の仲である長州と薩長同盟を秘密裏に締結。内容すべてを要約できないが、同盟は薩摩が長州に援助を行うことを約束したもので、倒幕が目的ではなかった。長州や仲介人の坂本龍馬と同盟締結に奔走したのは西郷で、大久保は長州征伐の暴発を阻止するため、朝廷や幕府に妨害交渉を続けていた。西郷と大久保。この二人は薩摩における両輪ね。違いないな。薩摩という主力を欠いた上、長州が薩摩から武力援助を受けた結果、第二次長州征伐は長州が事実上勝利し、幕府の弱体化はさらに進む。そして長州征伐の最中の7月20日に将軍家茂が崩御し、12月5日に慶喜が新たな将軍に就任。さらに孝明天皇が12月25日に崩御し、孝明天皇の第二皇子睦仁親王が慶応3年、1867年1月9日に天皇に遷祖するなど、時代のうねりは続いた。この頃には幕府や朝廷に、大きな変化が見られてたのね。てか、大久保が警戒し続けた慶喜は将軍になったのか。ああ。慶喜は長州藩の領袖木戸孝允から、家康公の再来と言わしめた男。慶喜は諸藩や朝廷の権力を削減し、幕府を頂点とする中央集権国家の構築を目指し、慶応の改革と呼ばれる幕政改革に着手。一方で大久保は過去に挫折した参与会議に代わる志向会議を開催し、神戸開港問題や長州征伐の非を幕府に認めさせ、薩摩の発言力を拡大することを考える。5月に会議は開催され、慶喜や久光、春嶽の他に、前土佐藩主の山内陽道や前宇和島藩主の伊達宗成も参加した。だが、どうしたの？神戸開港を諸外国からせかされていた慶喜は、驚異的な粘りで会議を主導。久光も春嶽も優秀な人材だが、慶喜の政治力には及ばなかった。大久保は慶喜が将軍である限り、薩摩が幕藩内で主導権を握れないと確信。成明以来維持し続けた抗議路線を放棄し、武力倒幕路線に舵を切る。方針変更は久光にも伝えられ、久光も同意する。薩摩が倒幕を考えたのは、割と遅い段階なのね。ああ。大久保は諸事情で謹慎中の岩倉朋美に、天皇の裁可を受けていない義直とされる、倒幕の密勅を作るよう伝える。10月13日に薩摩藩、10月14日に長州藩に倒幕の密勅は可視され、薩摩や長州は慶喜討伐の大義名分を得る。薩摩の不穏な空気を慶喜が察知する中、10月3日に土佐藩の元藩主山内陽道から妙案が出され、慶喜はその案を採用した。それが10月14日に行われた大政奉還であり、幕府は260年以上続いた江戸幕府を終わらせ、朝廷に政権を返上したぜ。義直による武力倒幕。大久保は手段を選ばないわね。でも大政奉還で幕府が消滅した以上、薩長が武力倒幕をする理由はないわね。ああ、慶喜が政権を朝廷に返上したのは、朝廷には政権を運営する能力はなく、徳川家が実質的に政権を握り続けると考えたため。実際に朝廷は、外交や諸々の政治は慶喜に任せると伝えており、慶喜はすでに具体的な国家ビジョンを描いていた。
このあたり、慶喜が家康公の再来と呼ばれた理由がわかるわ。倒幕の密局を大義名分とした慶喜征伐作戦は失敗か。いや、倒幕の密局の真偽はともかく、一度局さえ出れば武装蜂起後の薩長の正当性を天下に公表できる。大久保たちは10月26日に薩摩に帰郷し、倒幕の密局を大義名分に反論を武力倒幕に統一させる。久光は病気のため、藩主持ち久の上洛が決まり、11月下旬にかけて薩摩、長州、そして事前交渉済みの秋藩の三藩の軍は上洛。12月9日、慶喜が不在な中である事件が起こるぜ。12月9日午前10時頃、京都御所の御学問所で町議終了の連絡を受けた岩倉は、王政復古の宣言文と粛清案を携えて参代し、続いて大久保も参代。西郷率いる薩摩軍が、御所守衛中の会津桑名の兵を立ち退かせて門を封鎖し、秋、土佐、越前、尾張の各藩の兵が所定の位置に配置される。岩倉ら4人の公家は明治天皇に謁見し、明治天皇に王政復古の大号令を宣言させたぜ。いわゆるクーデターね。王政復古の大号令の内容は ?1、慶喜の将軍職辞職を直挙。2、京都守護職京都諸子大の廃止。3、幕府の廃止。4、摂政関白の廃止。5、総裁議場参与の三職を置く。だな。18時から古御所内で会議が開催され、大久保も参与として会議に出席。大久保や岩倉は会議の場で、慶喜の官職の辞職と徳川宗家領の奉納、いわゆる時間のうちを主張する。ただ春学や陽動は時間のうちに反対し、慶喜が新政府に参入する必要性を述べた。時間のうちは無茶苦茶だし、反対意見が多いのもわかるわ。そうだな。だが会議を経て時間のうちは強硬的に決定される。ただ慶喜は大久保たちの意見を無視し、大阪城を拠点に欧米各国の代表と会見するなど、日本の代表として振る舞った。大久保たちの行動に反感を持つ者も多く、12月13日に慶喜の新政府参画は規定路線となり、12月24日に時間のうちが白紙に戻る可能性も浮上。逆に大久保と岩倉は追い詰められる。だが、どうしたの ?12 月24日頃から江戸では西郷隆盛の命令で、老子たちによる殺人や放火等の凶悪犯罪が多発し、江戸は恐怖に包まれる。旧幕臣を筆頭に薩摩撃べしとの主戦論が沸騰し、慶喜も出陣に同意。旧幕府軍の進軍を知った大久保は、軍勢が上洛すれば新政府の崩壊は必然と岩倉に開戦を促し、岩倉も腹をくくった。慶応4年1868年1月3日、京都洛外の鳥羽で旧幕府軍と薩長軍、いや新政府軍による戦闘が始まるぜ。これは戊辰戦争の前哨戦、鳥羽伏見の戦いか。戦いに勝利したのは、新政府軍だ。新政府軍は天皇から官軍に与えられる錦の御旗を掲げており、この時に新政府軍は官軍となり、旧幕府軍は朝敵となった。尊王精神の厚い慶喜は自らが朝敵になったことに動揺し、6日に大阪城を脱出し謹慎生活を送る。戊辰戦争は新政府軍が優位に戦局を進め、明治2年1869年5月18日に新政府軍の勝利に終わるぜ。大久保たちは議局で慶喜討伐の大義名分を作り、クーデターで新政府を樹立し、江戸で乱暴狼藉を働き幕府軍を挑発し、朝敵に仕立て上げたと。やり方がえげつないわね。それだけ慶喜が強敵だったんだな。慶喜は謹慎を経て後に赦免されるが、趣味に没頭する日々を送り政界への野心は持たなかった。縁起の可能性も否めないが。さて、鳥羽伏見の戦いの勝利を経て、新政府は新たな政治体制の構築を始める。それは大久保が39歳の時だった。大久保の本当の戦いは今から始まるのね。ああ、長州の指導者木戸孝允は1月21日に入京し、諸政全般の最終決定責任者である総裁局顧問に就任し、新体制構築の推進力となる。ただ新政府における公家の影響力は大きく、大久保は九州を廃するため、1月23日の太政官の会議で大阪遷都の建白書を提出するが、公家はそれも反発。遷都ではなく一時的な外出という形で、大阪行幸が3月21日に実行されたぜ。周囲の大久保への警戒感は大きいだろうし、慎重に物事を進めるのは大事ね。そうだな。また4月9日に大久保は、大阪東本願寺別院で明治天皇に初めて謁見する。古御所会議で明治天皇と同室にいたことはあるが、その時の明治天皇は御簾の向こうであり、謁見は今回が初めて。無為無官の藩士が天皇と対面するのは皇室史上未曾有の大事件で、大久保はこの日の感動を、感涙する他はないと日記に書き記した。倒幕の密局以降はいろいろあったけど、天皇を敬う気持ちは大久保とて同じよね。違いないな。
ちなみに4月11日に江戸城が無血開城され、江戸が戊辰戦争の戦火に巻き込まれずに済むと、江戸戦闘案が浮上した。大久保もその案に賛同し、7月17日に江戸を称して東京と那須の証書が発せられ、新たな遷都先は江戸、いや東の都東京に決まる。9月8日に一世一元の皇乗りが発せられる中、9月20日に明治天皇は京都を出発して東京に行幸し、東京は名実ともに日本の首都になるぜ。念願の天都か。大阪ではないけど、政府は九州勢力の影響力を削いだのね。そうだな。ただ当時の日本は、全国に小国である藩が乱立しており、中央集権国家とはほど遠い。大久保は東京行幸の2日前の9月18日に、土地と人民を天皇に返上する政治改革、いわゆる藩籍奉還の議論を起動としている。藩籍奉還は授業で習ったわ。土地と人民の返上に抵抗する藩主もいそうだけど、うまくいくかな。大久保たちは倒幕を主導した薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩の藩主が率先して藩籍奉還を行えば、諸藩も抵抗しないと考えた。木戸や大久保は各藩主を説得し、明治2年1869年1月20日に、薩長土肥の藩主連署による藩籍奉還の上表が提出され、諸藩もそれに従う。ただ旧藩主は地藩寺として任命され、兵力と徴税の権限も地藩寺が保持しており、藩籍奉還だけでは完全な改革に至らなかった。急進的な改革は反発を招くからね。でか木戸の名前は出てくるけど、もう一人の維新三傑である西郷の名前が出てこないわね。戊辰戦争で新政府、いや明治政府を勝利に導いた西郷だが、戦争で燃え尽きたのか7月には薩摩に帰還したぜ。また大久保を徴用した久光も薩摩に留まり、藩内で権力を握り続けていた。西郷の人望も久光の影響力も政府に必要な存在で、大久保は明治3年1870年1月に帰還し2人に政府参画を依頼するが、それは断られる。燃え尽きた西郷はともかく、保守的な久光は新政府の改革に不満を持っていた。全国に藩が存在する以上、各地の税は地藩寺のもの。政府が安定した財政基盤を得るには、藩の廃止は急務ね。久光のような旧勢力は立腹しそうだけど。その通りだ。政府には山形有朋を筆頭に、薩摩長州土佐の士族からなる御新兵を発足し、武力を背景に廃藩置県を断行すべきという意見があった。大久保や山形は天皇と中央政府の警護を目的に御新兵を発足することを西郷に提案し、それを理由に明治政府への加入を説得した。これは廃藩置県の伏線を張ったもので、西郷は入閣に同意して上京し、明治4年1871年2月13日に、西郷を中心とした御新兵が発足される。西郷の政府参画と、武力の獲得、廃藩置県を成功させる手数は整ったと。ああ。7月6日に西郷は廃藩置県の断行に同意。地藩寺の暴発のため、地藩寺は罷免される代わりに家禄が支給されること、藩の借金を政府が負担することも決まる。明治天皇は7月14日に在東京の地藩寺を皇居に集め、廃藩置県の詔書を宣言し、廃藩置県は断行される。だが、やはり暴動が起きたのかな。いや、当時はどの藩も借金まみれで、借金の肩代わりは渡りに船。某藩主の父を除き、廃藩置県に反対する藩主はいなかった。大久保は中央集権国家の構築に大きな一石を投じたのね。そうだな。さて、廃藩置県を成功させた大久保は、岩倉や木戸、長州の伊藤博文たちと、11月13日から岩倉使節団の副使として欧米視察に出発。岩倉使節団は条約を締結した各国の元首に国書を提出する以外に、幕末に結んだ不平等条約改正の予備交渉や、西洋文明の調査を目的とした。使節団の動向は木戸の動画や、いずれ解説する岩倉智美の動画に委ねるとして、大久保が感銘を受けたのはドイツ帝国だった。ドイツ帝国で大久保は何を学んだの？ドイツ帝国は1871年に両方分立国家を中央集権させた新興国で、国のトップに皇帝が君臨し、政治の全権は宰相が担う国家体制だった。これは明治維新を迎えた日本と似ており、大久保たちはドイツを規範とした国家を作る必要があると確信する。明治6年1873年3月15日に、使節団はビスマルク宰相と会談。ビスマルクは使節団に国際社会が弱肉強食であることや、植民地化を免れるためには富国強兵を行い、列強と対等な国になる必要があると述べた。大久保はビスマルクに感銘を受け、ドイツ帝国を手本にして日本の近代化を進めたいと西郷に手紙を送った。戦前の日本とドイツの関係性はこの時に始まったと言えるのか。てか、西郷は使節団の団員ではないのね。
西郷は太政大臣三条実富を主犯とした留守政府の参議として、大久保たちが不在な中で様々な政策を進めていた。大久保は木戸たちより一足早い5月26日に帰国するが、留守政府は日本との国交を拒絶する李氏朝鮮に、修好条約の締結を迫っていた。西郷は自分を使節として朝鮮に派遣することを望むが、当時の日朝関係を考えると、西郷の暗殺や対外戦争も懸念された。これは授業でも習う政観論か。西郷も心配だけど、内政も未熟な中で隣国と争いは避けたいわね。ああ、大久保は朝鮮問題より内政整備が急務と留守政府に激怒し、ボイコットを続けた。9月13日に岩倉が帰国すると大久保は行動を開始し、10月24日に西郷の李氏朝鮮への派遣を延期させるぜ。西郷や板垣退助、江藤新平などの留守政府の参議たちは、大久保たちに立腹し翌日に政府を下野、いわゆる明治6年の政変が勃発した。西郷と大久保、二人はこの時にたもとを分かったのか。まあそうだが、西郷の位階と陸軍大将の地位は留め置かれており、大久保は西郷を政界に復帰させる意図はあったかもしれない。大久保は富国強兵政策のため、11月10日に大蔵省、司法省、文部省を除く内政の全般に及ぶ、莫大な権限を持つ内務省を設立。自らが内務卿に就任し、殖産興業等の政策を進めるぜ。木戸の動画で見たけど、木戸はこの頃から病で政務に支障をきたすんだっけ？西郷の辞任と木戸の病で、大久保は一強体制を作り出したと。ああ。各方面における明治政府への不満は大きく、士族反乱も頻発し始める。明治7年1874年2月16日、大久保が45歳の時に、江藤新平を名士とした士族反乱である嵯峨の乱が勃発。大久保は政府で頭角を現していた肥前出身の江藤と対立しており、陳代兵を率いて自ら乱の鎮圧に当たる。乱は政府軍が勝利し、江藤は3月29日に捕縛。4月13日に死刑判決が下り、その日の夕方に軽視した。大久保は日記で江藤を罵倒する言葉を残しているな。大久保の江藤に対する執念は凄まじいわね。そうだな。明治6年の政変で政観論推進派を駆逐した大久保だが、嵯峨の乱と同時期に推進されていた台湾出兵は積極的に推進する。その状況に木戸は、政観論を否定しながら台湾出兵を行うのは矛盾であると4月18日に参議を辞任。一度は派兵の中止も決定するが、西郷隆盛の弟嗣道が独断で出兵し、5月6日に台湾で武力衝突が発生するぜ。大久保が台湾出兵を主導したのは、不平士族の誘引を下げさせる目的もあったのかな。それもあるが、台湾出兵は1871年に琉球王国宮古の船が遭難し、生存者54名が台湾原住民に殺害された宮古島島民遭難事件に端を発する。当時の台湾は清国の領土で、明治政府は清国に抗議するが、清国は台湾人は気概の民と責任回避の言葉を述べたことが、台湾出兵のきっかけになるぜ。武力衝突から1ヶ月後の6月6日に日本は台湾を占領するが、熱病に伴う561名の病死者も発生。大久保は清国政府との交渉のため、8月に北京に赴き、遭難民20万両の見舞い金を出させることに成功した。大久保の交渉術は国内だけでなく、国外でも通用したのか。そうだな。ちなみに琉球王国は江戸時代に薩摩藩が実効支配していたが、清国も領国であることを主張していた。だが大久保の対応で、琉球の日本貴族が国際的に承認されたと言える。琉球が清国の領土なら、遭難民に見舞い金を払う必要はないからね。大久保の台湾出兵には様々な思惑があったのね。多分な。外交で成果を上げた大久保だが、内務卿として権力を集権化したことは政界で批判も招いた。基礎改正等の一連の改革も停滞が見られたため、明治8年1875年2月の大阪会議を経て、木戸と板垣は政界に復帰。木戸の要望で元老院、大審院、地方官会議を設置し、明治政府が段階的に立憲政体を構築することも決められた。木戸と大久保の意見の相違はたびたび見られるけど、いろんな意見を取り入れた方が良いわね。そうだな。ただ10月に板垣は辞任し、木戸も病気で発言力は低下。大久保が政界で主導権を握る体制は続いた。明治9年1876年前半は穏やかな状況が続くが、10月に熊本で神風連の乱、福岡で秋月の乱、11月に萩で萩の乱が発生し士族反乱は激化。大久保は内務卿として全国の警察権を行使できる立場にあり、各地の士族反乱の対応に追われたぜ。士族反乱の頻発か。確か最後で最大の士族反乱が、後に起こる西南戦争ね。ああ、
明治10年1877年1月30日、大久保が48歳の年に西南戦争が勃発する。大久保は西郷が士族反乱に加担しないと確信しており、士族の不穏な気配を聞き、薩摩にいる不平士族を一網打尽にできると喜んだ。だが西南戦争の名手に西郷が担がれたこと、2月15日に西郷が反乱軍を率い鹿児島を出立したと聞くと、そうであったかと落雷。大久保は西郷の説得のため、鹿児島に赴くことを考えるが、伊藤博文たちに反対され、叶わなかった。大久保が鹿児島に戻れば、不平士族に殺害されてもおかしくないからね。そうだな。2月19日に陸軍が出兵し各地で激戦が続くが、西郷軍は押される。西南戦争が続く中、維新三傑の木戸孝義が5月26日に病死し、大久保は臨終の場に立ち会った。そして西郷は9月24日に自刃し、西南戦争は明治政府の勝利に終わる。大久保は西郷の死を聞いて号泣し、お藩の死とともに、新しか日本が生まれる。強か日本がとつぶやいた。西南戦争を経て士族反乱は終わりを迎え、政府に対する不満は国会開設や憲法制定を要求する、自由民権運動に移行。西郷が士族の不満を一身に受け止め、知っていったことを大久保は誰よりも知っていた。木戸に西郷。大久保は二人の石を継ぎ、日本の近代化を進める必要があるわ。ああ。大久保は二人の石を継ぐため、殖産興業と立憲主義の確立に没頭する日々を送る。西南戦争の余波も落ち着いた明治11年1878年5月14日早朝、大久保は自邸を訪れた福島県霊山吉森助に、ある思いを述べたぜ。ようやく戦乱も収まって平和になった。よって維新の精神を貫徹することにするが、それには30年の時期がいる。それを仮に3分割すると、明治元年から10年までの第一期は、戦乱が多く創業の時期であった。明治11年から20年までの第二期は内地を整え、民産を起こすすなわち建設の時期で、私はこの時まで内務の職に尽くしたい。明治21年から30年までの第三期は、後進の賢者に譲り、発展を待つ時期だと。大久保には明確な国家ビジョンが見えていたのか。今後も大久保には頑張ってほしいわね。いや、大久保はビジョンを叶えることができなかった。ということは、ああ、大久保は山吉との会話を終え、明治天皇に謁見するために馬車で赤坂仮皇居へ向かっていた。だが東京府麹島地区の清水谷に差し掛かった時に、斬奸状を携えた士族6名に暗殺される。享年49歳だった。大久保は襲撃時に士族たちに無礼者と一喝するが、脳天を十数回叩き割られて殺害された。ご冥福をお祈りするわ。維新三傑は維新からわずか10年で全員がこの世を去ったのか。その通りだ。また大久保は金銭に潔白で、必要な公共事業に資材を投じていたため、死後に8000円、現在価値で2億円の借金を残す。ただ遺族が路頭に迷うのは忍びないとして、遺族に借金返済は求められなかった。ちなみに大久保は西南戦争の一件から、鹿児島で西郷隆盛の敵という認識が強く、鹿児島に大久保の銅像が建立されたのは、暗殺から100年後の1979年であり、遺骨が帰郷したのは平成になってから、近年では再評価も進んでいるがな。大久保が日本に与えた影響は計り知れないのにね。そうだな。大久保利通は薩摩の下級藩士でありながら倒幕を主導し、維新三傑として名を残す。冷徹なリアリストと称されることもあるが、それは日本を近代国家にすることに心血を注いだからに他ならない。彼のような人物がいたことを、私たちは忘れてはいけないな。今回は大久保利通について解説したぜ。大久保は薩摩藩の下級武士ながら、藩主の父久光の懐刀として活躍し、様々な方法で幕府を追い詰めた。倒幕の密局にクーデターと、大政奉還以降は手段を選ばぬ感じだったわね。慶喜がそれだけ手強かったということか。違いないな。無茶な方法で新政府を樹立した大久保たちだが、明治維新における一連の政策は、大久保なしではなし得なかった。大久保が暗殺されたのは、本当に国家の損失だったと思うの。その通りだ。ちなみに動画で触れていないが、大久保は正妻との間に四男一女、目掛けとの間に四男を設けるなど、多くの子宝に恵まれた。大久保の次男は戦前に内大臣や宮内大臣を務め、このチャンネルでも時々登場する牧野信明。牧野の娘婿は戦後に総理大臣を務めた吉田茂だ。確か吉田茂の孫が、自民党の麻生太郎氏だっけ？そう考えると大久保の一族は、明治以降の日本に多大な影響を与えているわね。その通りだ。このチャンネルでは吉田茂や麻生太郎氏についても解説しているし、機会があれば視聴するんだぜ。
明治、昭和、そして平成と、大久保の一族が日本に与えた影響がわかると思う。以上で、ゆっくり解説大久保利通の生涯を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。